はいどうも、こんにちは。オーケストラの指揮してます。平橋良と言います。えー、っとですね、えー、高橋祐二さんの、えー、リサイタルっていうのかなあの、曲の解説とかをしながら、えー、ピアノの、まあ、うん、リサイタルというか、演奏されるっていう演奏会にね、あの、先日行ってきたんです。で、あのー、高橋祐二さんの、 うんそれでねあのー、まあもともとすごい人だとか伝説的なエピソードとか、まあ、知ってたんですけど何年も前からだからあの音源を集中して聴いた時期もあったしただねあの生の演奏を聴いてあのこれだけすごいのかっていう衝撃度が半端なかったんですよね今後の音楽人生が変わった。 っていうぐらいの衝撃だった。うん。あのー、なんていうのかな。多分、僕なんかより全然前の世代の方がよく知ってる名前なのかもしれないんですけど、我々の世代よりも。まあ、今更すぎるよって言われたら、まあ、それぐらいのことなのかもしれないんですけど、本当にすごかったですね。やっぱりそのライブっていうのは、まあ、行ってみるもんで、うん。 で僕は自分が指揮をするのでこう指揮者のことは詳しいし有名な指揮者の演奏会っていうのは大体足を運んだことはあったりするんですけど、まあ、ピアノピアニストとかバイオリニストってなると有名な人でもあの全然行ってない人もいるんですねそのライブ演奏にーんそれで、まあえー、指揮かピアノかっていうジャンル問わず例えば僕はあのすごいなって思ってる人が まあ歴史上の人物にもなっちゃうけどフルトベングラーとかチェルビダッケとかまあピアニストだとまあグールドとかね本当にすごいなってまああの尊敬してるまあ演奏家まあたくさんいるんですけどまあそのその中の一人んですね高橋裕二さんはねうんあのピアノの音はね本当にすごい。 ねうん、あとその音楽のまあ認識力とか把握力とか、まあ、そういうのが、まあ、ああ卓越してるんでね、まあ、まあブーレーズなんかもそうですけど自分がそのいわゆる現代音楽的なものを作曲する人たちの,その音の,その把握力っていうか何て言うのかねもうソルフェージュなんかじゃなくて何て言うの、まあ、音楽をそのゼロから生み出すっていうしかも複雑な楽譜でね彼らが書く作品っていうのは。 そういう人が、まあ、その、クラシックを演奏した時の、うん、スさね、うん。あの、現代物みたいな作品も演奏されたし、うん、クープランとかね、えー、も演奏されてたんですけど、えー、あとはマリピエロだっけな、すごいいい曲まあ、プログラミングがすごいしね、まずね。 あんななにすごいいいプロググラミングは見たことがないっていう、それは高橋裕二さんにしかできないようなプログラムっていうかねあともうもう80歳ぐらいだと思うんですけどお年はその年齢は全然感じさせないですよねやっぱりあのチャポージュラっていうハンガリー人かなかなんかのそのまだ作曲家もいらっしゃってましたけど本人も客席に。 いう人の作品、えー、まあちょっと長めのピアノ曲弾かれてたんですけど、うん、やっぱすごかった、うん、ちなみにまあ席にはねあの詩人の谷川俊太郎先生もいらっしゃってねあのうんその客層客層っていうのかなその演奏会の内容とどういう人が来てるかっていうのはなんか面白い比例するっていうか、うん、あの 僕の知ってる演奏家の方とかもね何名かいらっしゃってて、うん、いやーすごいななんかいろいろ衝撃を受けてね何かが変わりそうみたいなのをたくさん、えー、いい影響いただいたんです本当にすごいかなうんまあもう80ってことだと、まあ、ご高齢ではあるんで、あのー、今後何て言うか、うん、チャンスのある限り聞、あのー、き続けたいなって、あのー、なるべく ライブとかにマッシュを運びたいなっって思って思ますねこれほどの衝撃を受けたのはね、初めてかもしれない。まあ、自分が指揮をやる関係で、指揮者、いろんな指揮者からいい影響はもらってきたと思いますけど、ピアノリサイタルとか、ピアニストとか、その、一人の演奏家のその気楽演奏で、これほどまでね、まあ、グールドを実際聞く機会があったら、あのー、 間違かったのかもしれないし、まあ、ファジルサイとかねあのー、もすごかったですよねただそれ以上の衝撃だったな、うん、まあ人によってはね何を今更っていうことなのかもしれないんですけど本当にすごいんで改めてね全部その過去の高橋祐二さんの演奏とかずっとねあの聞いて聞いてその、うん、エッセンスみたいのをね少し勉強したいなと思,思ってますねうん。 本ももともと持ってたんですけど、新しく取り寄せたりしてね。はい。ということで、あの、高橋裕二さん、あの、やばい、レ、レジェンド、レジェンドだよね、ほんとにね。いやー、もう感服いたしました。ということでした。えー、ご視聴どうもありがとうございます。失礼します。